こんにちは、はい、大谷さん、はい、大谷さんは WBC が終わってもすごいです。まあどこに打つかとかさ、ホームランとかさ、不評だな。いらないとやめた方がいい、占い動画出してと、うん、何の予想やらねみたいな。去年とか一昨年出してたんですけどね。まあ時代は変わるんだよ。時代早いな、時代の変わり方が。大谷は打つから、まあ ね、そんなこと言ってたら当たるだろうみたいな。なるほどね、数ヶ月で時代が変わるんですね。そうだな。まあ、現在、まあ、WBC でももちろん大谷選手、はい、ピッチャーとしてもバッターとしても活躍し、もちろん WBC が終わってもホームランも打ち、ピッチャーとしてもいいピッチングをして、まあ、勝ち星上げてな、はい、兜もかぶり、はい、いやもうなんか非の打ちどころ、ね、あの兜は、はい、電話がしっきりなしになるらしいよ。どこだっけ、鹿児島かなんかで、はい、なんかどっかで作ってんだよね。そうですそうですそうです。でその業者の方がインタビューに答えていて、ああ何が言って兜をかぶり終えてきちんとベンチで大切に扱ってくださってるのを見て嬉しかったと。まあね、はい、それはね、うん、投げれないよあんなもん。確かに、ああ、まあ、ね、そうですよね。やっぱこうちゃんと置くよ。いやそうです、新鮮、なんかね、やっぱり日本人はそういう心を持ってるよね。そうですよね、はい、まあ、兜もね何回ももう被ってますし、兜の尾を締めるっていう意味なのかね、はい、なのでこの動画は今日は改めて大谷選手のここがすごい凄さを豊さんに語っていただこうと思いまして。語らなくてももうみんな知ってるだろう。まあ、そうですね。ただ WBC でやっぱり最後として抑えて勝利投手になり、あれだけわってなったあとシーズンに入っても何でしょうね、今まで通りの大谷選手でいられるっていう、まずそこがすごいなと。まあやっぱ切り替え、はい、二刀流やるだけあってさ、まあ、ピッチャーはピッチャー、野手は野手みたいな切り替えが多分効くんだと思うよ、うん、だから全員での食事会っていうふうに出てたけど、決起会ですよね、はい、顔出さなかった。それはなんでですか。それは、はい、現地に行ってた人にね、うん、ちょっと話を聞いたんだけど、はい、これが終わってもシーズンが待ってると、はい、もう開幕間近だと、うん、もうそれでトレーニングしてたらしい。え、ちょっと待って、WBC まだ終わってないですよね、その時、うん、もう開幕のことを考えてたと。でトレーニングしてたらしい。すごい、まあ、すごいよな。はい、すごい、うん、だからなんて言うんだろうな、やっぱり自分が持ってるルーティンっていうのを崩したくないんじゃない。で山本にもせがまれてとか言って、はい、食事に行ったけどって、はい、本当は行きたくなかったんだけどみたいなニュアンスなんだよ。あ、山本が嫌だとかではなくて、うん、自分にやることが山ほどあるからそんな時間を取られたくないっていうようなニュアンスの、まあ、インスタがあったんだよね、はいはい、うん、まあ、せがまれてって、うん、まあ、しょうがないから来ましたみたいな、うん、だからいやいやみたいな。いやだけどそこにもやっぱり時間がなくて、はい、自分でトレーニングとかいろいろ考えてたみたいよ。まあそれでも頼まれたから、うん、まあ、一緒に食事はしたけどとは言ってたけどね。だからその二刀流をやってる、それをやっぱり開幕でも同じような成績を残さなきゃこれまでといけないから、まあ、そうだね。それには WBC が終わってからじゃ遅いんだってことですよね、うん、そうよ、準備は、ね、だからいい準備をしないとやっぱ勝てないし、はい、打てないっていうのは彼はよく知っていて、はい、だって日本ハムの時からストイックだもんね。そうですよね。ファンが帰るのを待って、うん、札幌ドームで、はい、だから外走るわけにいかないしさ、うん、まだ時期的には寒い時かな、終わってファンがはけてでまだ俺が球場に残ってて誰かのインタビュー撮るのに、そしたらパッと外野のフェンスの方見たら、うん、走ってたもんね。本当に遅くまで残って、うん、だから相当やっぱ体に対してのケア、うん、食べ物に対してのケア、はい、そういうことを最初の取っかかりっていうのはダルビッシュがね、うん、教えてあげて、はい、まあ、それをこう実践をしてるという、うん、でアレンジを求めて、はい、いろんなところの勉強をし、うん、でダルビッシュが見てこういうものを食べ出したんだとか、うん、うん、だからダルビッシュが驚かないって大谷を見てもね、はい、あれだけやってたらあの膝ついてもホームラン行くでしょみたいな、うんうん、はい、両膝拭いても行くんじゃないのぐらいのすごいですね。そんな感じの選手だよ、うん、いやだから例えばそのメジャー最高額、はい、まあ、給料にしてみればね、勝ち取ろうとはしてるけど今年のオフね、そこまで行くにはやっぱ全ての時間を野球に費やさないと、はい、やっぱあそこまで行けないということだよね。そうですね、いくらセンスが素質があったとしても、うん、時間を全て野球に費やしてこそ、うん、
そういう年俸が勝ち取れるという、はい、やっぱそういう世界だよね。そうですよね、うん、あとバッターとしてだけじゃなくてもちろんピッチャーとしても両方でやっぱりナンバーワンの最高峰のピッチャーそしてバッターになりたいと思ってると思うので、うん、となるとやっぱり体のケアも人の何十倍もしなきゃいけないしとか、いやそうだよ、怪我もできないからじゃあどういうケアをしなきゃいけないとか、すごい本当に細かくやってるんでしょうね。いや、やってるよ、科学的にな、はい、で何をこのぐらいやって、うん、サプリメントはこの時はこれを飲んでみたいな、はい、そりゃいろいろやってると思う。WBC 決勝のことだけを考えるではなく、決勝は決勝でやるけれども開幕に向けて自分が今やらなきゃいけないことも同時にやるっていう、そうよ、こっちも二刀流ですよね。もう二刀流どころじゃないよね。もうだから、はい、スキャンダルなんか出てこないよ。いや、ま、そんな時間ないもん。そうなんですよ。だから野球が本当に好きなんだよ大谷は。ですよね。で負けず嫌いなんだよ、うん、ナンバーワンが好きなんだよ。はい、だから誰にも負けたくない、だからそういう駆り立てるものがあるんだですよね。だからその、はい、今はプライベートとかそういうことを言ってる時期ではないっていうことなんでしょうね。まあそうだろうな。だってあれだけの選手すごい記者張ってると思いますよ。まあ、いやもうね、あのね、いろんな人に聞いたけど、はい、気になるじゃんそういうことって、はい、もう口を揃えて全くないって言ってたよ。どうしてんだろうと。いやだから謎なんですよ、プライベートが。でも、はい、そういう神秘的、うん、シークレットっていうかさ、うんうん、そういうなんか部分があるのって、うん、なんか素敵じゃない。いや、いいです。ここがこう見えないというか、その謎になってる部分がまたさらに魅力を増すというか、なあ。なんかだから大谷が、うん、まあ、例えばインタビューも全然受けないと、うん、え、大谷ってどんな声してんのとか、うん、どんな喋り方するんだろうっていうのが神秘的になってきたら、はい、もっとすごいと思うんだけど。本当神みたいになっちゃうんでしょうね。いや本当にですよね。いやだからその白井コーチがうちの娘どうだとか、もうね、いろいろ言われますけどね。そらね、うん、大谷が結婚してくれって言ったら結婚するだろう。いやでも、いやそれはすごい嬉しいじゃないですか。でもどのぐらいいろんなことに気を使うのかなっていうプレッシャーもありますよね。いや真剣に考えなくて。あ、そうだそうだそうだ、絶対ないだ。何真剣、そうですよね、何真剣に考えない。いや嬉しいですよって簡単に返ってくるからと思った。でもなんか現実考えてるからさ、いやいやいや、ちょっと待ってみたいな。いやでも例えば食事一つとってもトレーニングとか、うまい、ベッドのシーツがとか、ね、あ、誰かやってくれるのか。作りますよ。シェフがいるから。確かにね。何を考えてんだお前。とか、あと、あ、今この時間は喋りかけちゃいけないのかなとか。喋りかけてくるから。いたずら好きだから。じゃ逆に豊さんが女性だった場合、大谷選手からこれ女性じゃないから分かんないよ。じゃ男性でもいいですよ。男性でもいい。何？僕と一緒にってなったら。気持ち悪いじゃん。男同士だろ。いやそうですけど、いやそれはなんかちょっと嫌だよ。それは嫌ですか。なんかそうやって言ってくる大谷が嫌だよね。なんかあれだけすごくでも、うん、そっか。いやでもちょっとプライベートも謎なので、どんな感じなんだ。いやだからプライベートは野球にも全て費やしてるというね、うん、まあそういうことだよね。でもまあだからこのままなんか結婚せずにでもいいのかなと思います。いや結婚が全てではないと思ってるんじゃない、うんうん、まず野球を引退してからだったら結婚は遅くないっていうふうに思ってるかもわからないしね。そうですよね。別に支えなくていいと、うん、支えてもらえるのは結構だと、うん、自分の壊されたくない。それよりも自分のやりたい野球をやりたいっていう、うんうん、誰にも邪魔されずにっていうような、はい、まあ今はそんな感じかなと思うよね、うん、だからトレーニングでも相当すごいと思うよ。そうですよね。すごい時間をかけてやってると思う。だからじゃないとね、あれだけ目いっぱい投げて打って走って、はい、それを1年間通してやるわけでしょ、はい、それも野球の最高峰で、はい、ほら疲れると思うけど、うん、元気だもんね彼。元気ですよ。笑顔も絶やさないし、なあ。だからその裏には見えないところでも、いやすごいって、いやその確固たるその強靭なトレーニングと管理があるからです。だから WBC で驚いたのは多分大谷のトレーニングだと思うよ、うん、その目の当たりに見た人がね、はい、大谷もこんなにやってんだと思って多分見たと思う。あのダルビッシュ投手が言うぐらいですから、ね、いやそうそう、まあ教えたのは誰だけどねそれをさらに今ね、うん、言ってるんでしょうね、そのトレーニング。ダルは人間的だよね。
すごく家庭も大事にして、はい、だけどそのトレーニングをやらなきゃいけないと思っても自分の体と相談をしながら、うん、今日はこのぐらいにしとこうとか、はい、いろいろこう自分の体と相談しながらね、はい、まあ年齢的な違いもあると思うんだけども、うん、まあ、やるという、うん、で子供とも遊ばなきゃいけないとか、うん、はい、面倒見なきゃいけないとか、まあ、そういうことも子育てもあったりとか、で大谷はなんか今はこうデジタルというかさ、うん、なんかこう管理されて、そうですね、ここからここまではこう、ここまではこう、もう時間が足りないんだと思う。いや、そうだと思います。まだまだ。だけどそれをこなした先にはね、うん、ダルみたいに人間的な選手になってくるのかなって、うん、今はもうなんかこうサイボーグみたいなさ、はい、まあ、そんなことで戦ってるけどね。ターミネーターのようですか、ね、いやでもそうやってあの若さで没頭できるというかさ、そういった精神力っていうのはすごいな。まあ、多分小学校中学校の時からずっとあったんでしょうね。そうだろうな、うん、だからまあすごいな。確かに本当にあのこの話だけ聞いててもやっぱり大谷選手がすごいっていうのは納得ですね。すごい裏には何か隠されたものは必ずあるよ。そうですね、だってイチローだってまずメジャー行って家の条件は自分の専用のスイングルームがある家だって言ったもん。それがまず第一条件、まあ、第一条件です。その 4LDK だとか、うん、例えばリビングがここにあってとかそういうことじゃないですよね。そういうことだよ。自分がバット振れる部屋がある。まあ日本の感覚で言うとさ、うん、ないかもわかんないけど、はい、アメリカ広いから、広いから地下でどこでも振っても大丈夫だから。そうですよね。まあだけどそういう条件を出したというね。だからやっぱりこうなんていうの、人から引い出た人っていうのは、うん、やっぱり何か裏でね、うん、やっぱりやってるよね。ですよね。そしてやっぱり野球中心、もちろん第一に考えてるってことですね。もちろんですね。やっぱり大谷さんはすごいです。はい。